はようございます。お元気ですか？今日が8月最後の日です。暦の上では210日というふうになってますね。夏目漱石の小説にも210日というタイトルの小説がありますけど、台風が、一番来やすい時期ということもありましょう。各家庭では夏休みの小中学生を持った子どもさんたちのいる家庭では宿題に追われている子もいるかもしれません。どうしてもですね、やっぱり、ギリギリならんとしないというのが、私も人のこと言えませんし、いつもそんな調子であったわけですけれども、もう少し考えて計画的にできたらねというのはみんなそう思ってるんですが、目の前に迫ってこないとできないという、人間の弱さというのが毎年毎年私も感じ取ったところです。それと同時にですね、実はその6月の30日は、夏に入る大祓いというのがあって、そして12月のは年を越す大祓いというのがあるんですね。日本の伝統的な行事の中に、1年間の中の中間で、それに対してこの8月31日も、小中学生にとっては大きな転換の時期でもありますね。やはり月が変わるという時ですね。大祓いとか祓いっていうとね、なんか外についたものをこう大社に取ってもらうっていう感覚があると思うんですが、ところが実際はね、心の中に積もった埃を払うのが本当なんですよ。で、心に溜まった、外の埃は洗えば落ちますけど、心の汚れはどうしたら落ちるか。伝統的に、言われている仏教ではですね、これは反省するしかないのです。悔い改めるっていうか、深い反省、その時に自分はこのような行動をした、申し訳なかったということで深く反省し懺悔する。そしてその罪を神仏に告白するというか、そういうことが実は、お祓いに通じるんではないか。日々反省の中に新しくまた新学期、また9月をお迎えいただきたいと思います。